ば。いやー、やりますね。結構 見たら低っすねこれ、はい、まあでもね、みんなこういうの食ってるわけだ、焼肉屋さんとかで。そうですね。だからなんとも言えない。はい、こちらがですね、剥ぎ終わった、鹿の皮でございます。はい、じゃあ視聴者の皆さん口合わせてください。あー、なんかまあ鹿っていうなんかインパクトあるかなと思ったの、はい、こんなうまいと思わなかったですか。ちょっと飲みます。私もこちらで飲みます。うまいです。うまいです。どこだよ、これ定番。これワインだね。あ、そうなんだ。今日はヘダラさんのアンチトレーナーも来ている。刺身食べたから当たってくれたらな。お腹当たってくれたらな。うまいね。申し訳なくて、こんちは。こんな弱小 YouTuber、 弱小 YouTuber の忘れ物を買いに行ってくれてるんですよ、ヘダラさんが。ニンニクと、はい、ニンニク、はい、バター、はい、バター。おー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 、醤油。傾いてますねこれ。だいぶ。料理好きなんですか。料理好きですね。ニンニク。もう一回醤油入れちゃいますか。醤油。バター。バター。豪快にいっちゃいます。鹿肉忘れました。あれ、よし、フォーク、手でいっちゃっていいですか。手でいっちゃいます。手でアルコールいっちゃって、はい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 、豪快にいきます。いや、うまそうですよ。うまそうですよね。全部斜めいってるな。どうしよう。料理にマニュアルはありません。今日ナイフは使わない。うわ、やべ、美味しそう。あと網焼きも作れますね。はいはい、はい、ダブルアンチアンチアンチ。これ S サイズ、これ M サイズ。
お買い上げしました。お買い上げしました。あらす。かなりうまいです。であんま近づくとカメラ溶けちゃうからさ。じゃあね、そろそろ食っていい？はい、食っていい。もういける？いきます。じゃあこれこれ、ここでかいでかいでかい。じゃあこれこれ、うわぁ、痛い痛い痛い。やべ、泣きそう。いただきます。いや、あっち。あ、うまい。最高。うまーうまうめうまいですね。うまいうまいですね。はい、どうぞ。なんかね、レバーみたい。レバーなんだろう、さっきの刺身全然ちゃう。なんだろう、確かにレバー近いですね。きなことじゃ生きていけない。わあうまい。マッチうまい。マジやこれ。最高っすね。でこれがそのまこの辺がそのまま鹿の肉の味が楽しめる。いやこれこれ。はい。これがあれ。ワインだけつけた。これがワインだから。ワインと胡椒。ニンニクがつけてない。普通の鹿の肉なんじゃこれ。あ、なんか分かります、そのままって感じの、フロート向けうまい、おいしい、うまいね。あ、もう大丈夫。醤油いるんですか。そうそう、醤油。鹿肉です。また。はい、二品目。鹿肉野菜炒めです。バッチリ。あ、3秒ルール出てます。野菜炒めうまいよ。ほらほらほら、いきます。うまー。なんかさ、はい、バター醤油味のポテトチップスみたいにうまい。ポテトチップス、なんかバター醤油の方が効いてめっちゃうまい。ちょっともうちょっと近づけて。全部鹿肉、全部鹿肉。いただきます。うん、うまっ。あばうまでも、やっぱ愛人とかなってるやつって綺麗ですね、同窓会とか行ったら。ほら、こういうの話してほしいの、動画で。え、なに、この年で何？なんか誰々の愛人とかなってるやつは綺麗です。あ、わかるわかる。夜やってるから。要はさ、そこに刺激があるわけじゃん。はい。なんかその例えば、誰々の嫁って子ってあんま綺麗じゃない子多いの。でも、誰々の愛人とか綺麗ってすごいわかるわ。あ、いけないことやっちゃってる、このスリルさでしょ。わかるわかる。ヒール10センチぐらいの。え、ヒール10センチぐらいの。わかるわかるわかる。あれだな、わかる。もう嫁はみんな黒くてくるもん。わかるわかる。そうそうそう、緊張感がないよ。俺この前さ、これ動画動画です。動画、この前さ、その
なんかホームパーティーみたいにするやつで、はい、女の子すげえ多かったの、はい、たまたま、はい、で結構そのなんていうのかな、まあ、クリスマス前だし、はい、出会いを求めてる場面ってなってたわけ、はい、でなんか始めましたよね、名前って言ったらなんかでも結構なんか話してくれて、でもなんかその一人の子がでもあなたはチャラいって言われたの、チャラいって言われて、どこがチャラいんですかって言って、いや全てがチャラい、話し方とか顔とか全部チャラいって言われて、ですげえショックだったのが、もし私たちの友達、女友達で誰かがあなたを彼氏として連れてきたら会議になるって言われて、でその後言ったのが、女ってのは男に安心を求めてるのって言ってきたの。その瞬間、ああもうブスだなって。わかる？わかる？この感覚。そう、いやだからさっきの愛人と一緒じゃん、うん、いや緊張感があるから10センチ揺らいであれしてる。でもさ、安心なんか与えたら女的をさっきで黒く吐き出すだけみたいな。でもその吐き出すこともまあなんかいいのかな。ダメだね、どうだカメラ回ったらいい人になるわ。ダメだダメだ、あのダメだダメだ、愛人もまあ綺麗ちゃ綺麗なんですけど、その見た目の綺麗、例えば見た目の綺麗な人はいっぱいいますけど、要は中身がその何かを掴んで出来上がるもんだと思うんですよ、中身って。でも幸せ掴んだのかなっていうのはクロックス履いてる方だと思うんですけど、だそういう話別に求めてない。そういう話じゃない。もっとなぜじゃあ愛人やってる女性が綺麗かってことを聞きたいわけよ。そう、幸せっていう気を張らなきゃいけない環境なんですね。そう、分かる。そう、だからそんなことで言うと、安心を求めてる女っていうのはダメだなって思う。ああ、なるほどね。だってさ、安心ってお互いが与えるもので、男に何かこう求める女って、私を幸せにしてみたいなのはもう生理的にちょっとダメなんだけど、どうなんすか先輩は。ダメだな、カメラ回ると気にしてるでしょ。いやいや、そんな、なんか気にしてるでしょ。いやいや、コメントとかさ、アンチが来るとか、いやいや、低評価とか気にしてるでしょ。いやいや、気にしちゃダメっすよ、そんなのマジで。どうなんでしょうね。だってさ、撮ってるさ、様式違うでしょ、だってさっきと。いやいや、違う。いやいや、違うじゃん、違うだって、まあ、何が幸せかってところですよね、まあ女の子。だからその女、でも僕の中ではそのヒール履いてる愛人の方は本当の幸せじゃないなって、まだその幸せを見つけに行ってるなっていう。でも綺麗な、綺麗ですけど、その自分を求めてるっていうか、そのみんなうまくできてるもんで、若い子っていうのはその自分をアピールする力強いじゃないですか。それがまだ消えてないって言えると思うんですよ。あ、分かるよ。だから常にその緊張感の刺激あるから。そうっす。でもそれは何のためって言ったら、誰かと出会うためだと思うんですよ。でそこ誰かと出会って気抜いて初めてそこから幸せになるのかなっていうだと思うんですよ。まあ確かに。まあでもそのさ、じゃあクロックス履いてる女が幸せかって言ったらそうでもないわけ。いや、そのいや、なんか別にさ、陰で韓流スターのね、あー見て、あーって燃えてさ、DVD に何十万つぎ込んじゃって、旦那さんの給料みたいな。うん、そう、清高さんちょっと始めましょう、こういうの。もっとカメラ向けられても、じゃ隠し撮りだよ、今度。隠し撮りだよ。だから回ってるからやっぱこう視聴者モード入ってるし、ダークのことあんま言いづらいですよね。ダークのこと言いづらい。そう、それが出ちゃってるんですよ。こうやって俺ガンガン言ってるじゃないですか。はい、肉です、はい、バター、はい、鹿肉野菜炒めバッチリ。あ、出てます。うわー、じゃ目が、うめー。